日本を取り戻す。そのためにはこの道しかない。こう訴え続け、私たちは2年間全力で走り続けてまいりました。先般の総選挙の結果、衆参両院の指名を得て、引き続き内閣総理大臣の重責を担うこととなりました。安定した政治の下で、この道をさらに力強く前進せよ。これが総選挙で示された国民の意思であります。全身全霊を傾け、その負託に応えていくことを、この事情にいる自由民主党及び公明党の連立与党の諸君とともに、国民の皆様にお約束いたします。経済再生、復興、社会保障改革、教育再生、地方創生、女性活躍、そして外交安全保障の他の地、いずれも困難な道のり、戦後以来の大改革であります。しかし私たちは日本の将来をしっかりと見定めながら、ひるむことなく改革を進めなければならない。逃れることはできません。明治国家の礎を築いた岩倉具視や、近代化が進んだ欧米列強の姿を目の当たりにした後、このように述べています。日本は小さい国かもしれないが、国民みんなが心を一つにして国力を盛んにするならば、世界で活躍する国になることも決して困難ではない。明治の日本人にできて、今の日本人にできないわけはありません。今こそ国民と共にこの道を前に向かって再び歩み出す時です。皆さん、戦後以来の大改革に力強く踏み出そうではありませんか。戦後1600万人を超えていた農業人口は現在200万人。この70年で8分の1まで減り、平均年齢は56歳を超えました。もはや農政の大改革は待ったなしであります。何のための改革なのか。強い農業を作るための改革、農家の所得を増やすための改革を進めるのであります。市場を意識した競争力ある農業へと構造改革を進めてまいります。変化こそ唯一の永遠である。明治時代、日本語の伝統に新風を持ち込み改革に挑んだ岡倉天心の言葉です。伝統の名のもとに変化を恐れてはなりません。農業は日本の美しいふるさとを守ってきた国のもといであります。だからこそ今、変化を起こさねばならない。必ずや改革を成し遂げ、若者が自らの情熱で新たな知恵を切り開くことができる新しい日本農業の姿を描いてまいります。目指すは世界のマーケット、林業水産業にも大きな可能性であります。昨年、農林水産物の輸出は6000億円を超え、過去最高を更新いたしました。しかしまだまだ少ない。世界には340兆円規模の食市場が広がっています。内外一体の改革を進め、安全でおいしい日本の農水産物を世界に展開してまいります。オープンな世界へと果敢に踏み出す。日本の国益を確保し、成長を確かなものとしてまいります。最終局面の TPP 交渉はいよいよ出口が見えてまいりました。米国とともに交渉をリードし、早期の交渉妥結を目指します。欧州との EPA についても今年中の大筋合意を目指し、交渉をさらに加速してまいります。経済のグローバル化は一層進み、国際競争に打ち勝つことができなければ、企業は生き残ることはできない。政府もまたしかり、オープンな世界を見据えた改革から逃れることはできません。患者本位の新たな療養制度を創設します。世界最先端の医療を日本で受けられるようにする。困難な病気と戦う患者の皆さんの思いに応え、その申し出に基づいて最先端医療と保険診療との併用を
可能とします。さらに安全性、有効性が確立すれば、国民皆保険の下で保険適用としてまいります。電力システム改革もいよいよ最終段階に入ります。電力市場の基盤インフラである送配電ネットワークを発電、小売りから分離し、誰もが公平にアクセスできるようにします。ガス上でも小売りを全面自由化し、あらゆる参入障壁を取り除いてまいります。競争的でダイナミックなエネルギー市場を作り上げてまいります。各班の改革を進めるため、行政改革を合わせ断行いたします。歴代内閣で肥大化の一途をたどってきた内閣官房、内閣府の事務の一部を各省に依頼し、重要政策における内閣の総合調整機能が機動的に発揮できるような体制を整えます。17の独立行政法人を7法人へと統合します。私たちが進める改革は単なる数合わせではありません。セミの農業をはじめ諸改革を強力に進めていくための統合であります。金融庁検査の導入など法人ごとの業務の特性に応じたガバナンス体制を整備し、独立行政法人の政策実施機能を強化してまいります。日本を世界で最もイノベーションに適した国にする、世界中から超一流の研究者を集めるため、世界最高の環境を整えて新たな研究開発法人制度を作ります。地と公は2つにして1つ、何よりも実践を重んじ、明治維新の原動力となる志士たちを育てた吉田松陰先生の言葉であります。成長戦略の実行、大胆な規制改革によって生産性を押し上げ、国際競争力を高めて、オープンな世界に踏み出し、世界の成長力を取り込んで、なすべきことは明らかです。要はやるかやらないか。この国会に求められていることは単なる批判の応酬ではありません。報道です。改革の担当であります。日本の将来を見据えながら大胆な改革を皆さん実行しようではありませんか。外国人観光客はこの2年間で500万人増加し、過去最高1300万人を超えました。ビザ緩和などに戦略的に取り組み、さらなる高値を目指します。日本を訪れる皆さんに、北から南まで豊かな自然、文化や歴史、食など、地方の個性あふれる観光支援を満喫していただきたい。国内の税関や検疫、出入管理の体制を拡充いたします。国家戦略特区制度を進化させ、地方の情熱に応えて、規制改革を進める地方創生特区を設けてまいります。本年こそ積極的平和主義の旗を一層高く掲げ、日本が世界から信頼される国となる戦後70年にふさわしい1年としていきたい、そう考えております。今後も豪州アセアン諸国、インド欧州諸国など自由や民主主義、基本的人権や法の支配といった基本的価値を共有する国々と連携しながら、地球儀を俯瞰する視点で積極的な外交を展開してまいります。その基軸は日米同盟であります。この2年間に日米同盟の絆は復活し、揺るぎないものとなりました。日米で外交の見直しを進め、その抑止力を一層高めてまいります。今後も日米両国の強固な信頼関係のもとに、裏付けのない言葉ではなく実際の行動で沖縄の基地負担の軽減に取り組んでまいります。日本の強力は地域の平和と繁栄に大きな責任を持つ、知っても知らない関係です。昨年11月、習近平国家主席首脳会談を行って、戦略的互恵関係の原則を確認し、関係改善に向けて大きな一歩を踏み出しました。今後、さまざまなレベル、対話を深めながら、
大局的な観点から安定的な友好関係を発展させ、国際社会の期待に応えてまいります。韓国は最も重要な隣国です。日韓国交正常化50周年を迎え、関係改善に向けて話し合いを積み重ねてまいります。台湾側は既にオープンであります。今回の今日は私たちのこの国で再び成長することができる、世界の真ん中で輝くことができる、その自信を取り戻しつつあります。さあ皆さん、今ここから新たなスタートを切って芽生えた自信を確信へと変えていこうではありませんか。